皆さんこんにちは、シンクと申します。はい、ここ最近ね、寒くなったり暖かくなったり、あとなんかまあ季節的に言うんだったら冬なんですけれども、まあ最近だったら雨が降ったり、上の方ね、あの寒いところだったら雪が降ったりで、ちょっとだけね、あの冬っぽいね、あの姿も見せつつ、まあちょっとね、体調管理がね難しい時期となっておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。あとなんだろう、あのなんか病気も流行ってますよね。あとインフルエンザもね、結構バーって、ね、流行してる。まあそろそろ終わりがけだと思うんですけれども、本当にね、体の体調管理とかすごい大変だと思うんでね、皆さん気をつけてください。その他で言うんだったら、もうちょっとしたらね、花粉症の時期ということで、私自身花粉症なのでね、もう来月、再来月あたりから鼻がうんうんって感じでね、あのすごい鼻詰まり声が続くんではないかなと思いますので、その辺もね、ご了承いただければなと思います。ではでは、本日も喋っていきたいと思います。スタート。はい、てことでですね、ゲームのお話なんですけれども、最近ね、あのポケモンのソード始めました。イエス、やっとね、パソコンが新しくなったということでね、あのポケモンソードをね、やっと収録始まりましたね。なので、あのまだまだ序盤の方なんですけども、ちょっとずつね、あの進めていこうかなと思ってるのでね、あの時間ある時にでも見ていただければなと思います。まあ、その他で言うんだったら、なんていうのかな、同時進行で、図鑑とかの、ストーリーは動画でするんで、あの、動画外っていうか、もう配信内でレベル上げたりだとか、あと、ポケモンの図鑑育てたりとか、進化させたりだとかっていうのはね、本当に配信の方でやっていこうかなと思っております。あとね、私で動かしたソードなんですけれども、シールドの方にいる限定ポケモンに至っては、ちょっとどうしようかなと思って、でもね、結構割といろんなリスナー様とか、まあ、うちの弟もそうなんですけども、ポケモン、あといとこかな、いとこがシールドをやってるので、あげるよって言っていただけてるので、まあ、その辺はね、やれるタイミングでね、配信内とかでやれるんだったら、まあ、ゲームじゃねえや、あのポケモン交換だったりとかしようかななんて思ったりとか。で、あ、全然分かってないんですけど、なんていうの、個体値っていうとかで言うのかな、あんまり分かってないんですけど、まあ、できるんだったらね、なんていうの、レイドバトルでしたっけ、あの人とポケモン対戦するやつね、あれとかもね、ちょっとずつでもね、できるんだったら、まあ、やりたいなーなんて思ってるので、その辺も考えつつやろっかなー、って感じですねまあまだまだ分かりませんけども、まあ、気長に待っていただければなと思いますよ。その他のゲームの話、ポンって思いつくのが実はなかったりするんですけど、っていうのもですね、最近やってるゲームが少なくて、ポケモンの緑とシールドも極端だなって思ってるのと、あと、PUBG モバイルをちょっとやってるぐらいで、最近本当にめっきりパッタリデッドバイデイライトを今やってないんですね。っていうのも、なんだろう、いや、まあ、やる時間が、まあ、極端に少ない。っていうのと、やる、なんていうのかな、どうしてもマッチ制のゲームなんで、時間がかかって、なおかつ時間かかって、そっから長いゲームなんだったらいいんですけど、時間が、まあ、例えば、待ってる時間が、まあ、5分から10分ぐらいなんですけども、から、スタートして、1分とかで終わっちゃう可能性、絶対あるんですね、あのゲームね。ってなると、なんていうのかな、私大体ゲームの配信をする時間って1時間とか、短くて本当に一番最短短くて30分とかなんですね。で、まあ、長くても2時間ぐらいで終わっちゃうんで、大体、まあ、それぐらいのタイミングで起きちゃうんで、どっかのタイミングで起きてることが多いんで、ってなると回数がこなせれないゲームがすごく辛くて、でも結構思っててずっと、だから最近
全然できてないのがね現実ですね。でプラス、まあ、そのタイミングでね、なんていうかな、いろんなもののナーフだとか、あとなんだドクターの強化が来たりだとか、まあ、すごいそれはいいことなんですけども、なんかね、でもドクターの強化が来たからといってキラーさんのパークのナーフが来たりとかしてるから、まあ、それでね、なんていうの、結局キラーさんがね減ってしまってるんじゃないかなと。パソコンの方でも最近ちょっとキラー減ってるみたいな感じのことを聞くので、まあ、やっぱりキラー減少気味なのかななんて思ってたりしますね。ってなるとやっぱりどん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 マッチが減っていく、まあ、辛いな。まあキラー私がやればね早いよ、まあ特にねプレイステーバージョンだったら早いよって話なんですけれども、キラーやると結構な時間ねかかるじゃないですかまあもうできなくもないんですけど、今一本試合やって終わるぐらいの感覚でもいいかもしれないですけどね、まあ、今度やろうかなと思って結局やろうかなで終わってしまいましたね。まあまあいつかで、ね、やろうかな、うん、あのなんだろう、再度デッドバイデイライトネスがふって上がった時にキラーまた触ろうかなと思います。あと、まあ、全然これは先の話なんですけども、3月頃にね、動物の森が発売、リリースされると思うんで、私はそれ買おうかなと思ってるので、3月、特に4月ですね、3月下旬、4月は動物の森の配信を楽しみにしていただければ嬉しいなと思っておりますよ。あとは、3月もう一個あるって言ったらね、ファイナルファンタジーの、7のリメイクがプレイステーションで出てくる、話だったので、それもねちょっとやりたいなと思ってるので、その辺も楽しみにしていただければなと。まあそれまでにねポケモン切りつけとかないとね、1月あと1ヶ月いけるかな、時間間に合うかな、もうゲームが溜まってしゃあなくなりそうだけど、とりあえずどれか1本ぐらい終わらしときたいね。なんだポケモンの緑かソードのストーリーかどっちかをね、終わらしておかないと絶対先に進めないので、頑張りたいと思います。ではでは、日常の話に行きたいと思いますよ。そうですね、年末年始の話、まあ、年末は、ノロがあっただとかなんだかんだっていうのは、まあ、多分年末のところの動画で言ってると思うので、年始になってから何があったかっていうのを話したいと思います。ツイッターの方でね、見ててくれた方は知ってると思うんですけども、久々にお仕事行ってきました。ばあちゃんっていうか、まあ、じいちゃんがあれなんですけどもの、ところの、まあ、お手伝いですね、バイトっていうか手伝いですね、ほとほとね行ってまいりました。久々に働いたんじゃないかな。うちのねじいちゃん、お祭り屋台とかの屋台とかを出してるんですね。お祭りの、なんていうのかな、まあ、言うは敵屋さんっていう分類扱いになるんですけども、ベビーカステラ売ってたりだとか、綿菓子売ってたりだとかっていうのがあるんですね。それのお手伝いに、正月2日間と、大阪の方では十日恵比寿っていうのがあって、9、10、11は恵比寿さんの日なんですね。それの2日間、10、11かな。に、恵比寿祭りのお手伝いと2日間、計4日間行ってまいりました。久々に働くと体バッキバキになるねもうね、最近はもうずっと家におるのと、あと、なんていうの、基本的に外に出ないんですね、私。買い物以外外に出なくて、で、子供2人まだちっちゃいのもあって、私の中で億劫になるんですね、めんどくさってなって自分の着替えふってやって、よし、行こうぐらいの感覚ですぐ外に出れるんだったらいいんですけど、自分の着替え終わって、娘の着替えして、息子の着替えして、息子と娘の出かける準備してっていう、その、あれがすごく億劫になって、めんどくさーってなって、まあ、ついつい家の中に引きこもりがちなんですけれども、あとプラスね、この辺ちょっとね、子供が歩くにはね、不便だったりするんですね。っていうのも、ガードレールとかっていうのがね、歩くところね、少なくて、ガードレール？歩道かな。だから、
まあ、たまたま私が住んでる家の周りがそういう環境なのかもしれないですけど、車通ってる横普通に歩くぐらいの、まあ、なんかちょっと例えば、まあ、道が幅が狭いから車がね普通に通るぐらいのスペースしかないところを、まあ、無理くり人が歩いてますよぐらいの感覚なのかもしれないけど、どっちだったか分かんないですけど、多分もともとはね昔は田んぼ道だったんじゃないかな。広めの田んぼ道をどん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 なんか田んぼがなくなって家が建ってでそこに道路ができてみたいな道だと思うんで、本当にもともとは多分そういうところが多かったんじゃないかなって思うんですね。私が今住んでるところも裏手とかは普通に田んぼなんですよ。で道路もすぐ出たら田んぼだらけでとかっていうぐらい田んぼがすごい多いんで、だからもっと昔は本当にそういう農業とか田んぼとか田畑の仕事をしてた人の車とか、まあ、車トラックとか、まあ、なんていうのそういうのが通るだけの道だったのかなっていうのがすごい思うんですね。まあ、だからかもしれないんですけど、夜とかほとんど街灯がなくて真っ暗なんですよ。びっくりするぐらい、ここ大阪って思うぐらい真っ暗なんですよ。もうちょっと偏見かもしれないんですけど、なんていうのかな、私もともと上の方に住んでたんですよ。枚方だとか寝屋川だとか森口だとか、あとどこ、まあ、なしです。あの辺にずっとも昔は住んでたんですね。うろうろと点々と引っ越しはしてたんであれなんですけど、あの時は別にそこまで街灯少ないな、結構明るいぐらい街灯はあったんで、ちっちゃい頃ね。あとなんだ、同じように田んぼがあるところっていうのは、枚方も結構田んぼがあるんですけれども、全然普通に暗くなくて、田んぼの横とかも街灯ガンガン立ってるぐらい明るいなーと思うぐらい普通にあるんで、なんていうのかな、ちょっと先全然見えるよぐらい明るかったんで、そんなに気にしたことがなかったですね。だからね、なんだろうね、不思議な感じすごい不思議な感じなんですよ。あ、こんなに地域によって街灯の量って違うんだなってすごい改めて思った瞬間ですかね。そういうこっちに引っ越してきて一番初めに思ったことがそれなんですよ。あ、主人と車乗ってて、なんていうのかな、まあ、いろいろ探索かな、しに行くじゃないですか。あ、こここんな感じなんだ、ここにこれがあるんだとかって、うろ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 してるときに、暗いなと思って、あ、外こんな暗かったっけとかって思うぐらい暗いなと思って、なので、まあ地域によってこんなに違うんだなと思って、まあまあなんていうのかな、まあ場所によったらね明るいところもあるんですけれども、まあ、どうしてもね暗めなところが多いので危ないから夜は出かけなかったりすることが多いんですけれども、で出かけたいんですけどねなんです。はい、まあまあまあこんな感じなのかな。あ、それでね話が飛んじゃったんですけども、まあまあ お祭りの お手伝いをしてたりとかしたんで、なんていうのかな、体バキバキになって、なんか次の日帰ってきてからずっと寝てたんですね。昼過ぎぐらいまでもう起きれなくて、まあ夜中の授乳で起きるは起きるんですけど、起きれなくてもう眠たすぎて、で昼間もね眠ったーとかって思って何回か寝落ちたりとかしたっていう感じですね。いや、体はねやっぱ動かさないといけないなっていうのはね改めて思いますね。人間体資本ですからね。から体調崩してしまったらね、あ、好きなねゲームもできないんでねもうちょっと体動かそうかなって思いますね。ちょっとね、昼間だったら駐車場がちょっと空いてるから、ね、ボール投げぐらいだったらできるかな。家の近くに公園があったらねもうちょっと出かけるかもしれないですけど、公園ないんですよね。なんかね公園できそうなところが一軒あるんですけど、まだなんかね入っちゃダメですよみたいな、なんかまだまだ工事があるから入っちゃダメですよっていう風になってるんで、そこがねオープンになったらね、あそこに娘たちと息子と娘と連れてって遊ぼうかななんて思ってますけど、それまでにボールゲットしたり、実家にボールがあった気がするんだけど、ね、持ってこようかなはーい、さてさて、今回はですね、勝手にシンクのおすすめ
今日は、配信主さんですかね、神々か。はい、本日のシンクのおすすめ勝手な宣伝コーナータイムなんですけれども、今回はですね、こちらのチャンネルをおすすめさせていただきます。ケンシタイさんの方ですね。はい、先ほどもね、ちらっと言ってたんですけど、デッドバイデイライト、最近やってないんですけれども、まあ、未だに活動されているデッドバイデイライトの配信主さんでございます。普通にね、なんていうのかな。ゆったりとした、まあ、ゆったりとした、おしゃべりしはる方なんですけれども、なんていうのかな。別に決してね、丁寧な喋り方をしてるわけじゃないんですけど、とってもね、聞きやすい、聞き心地のいいおしゃべりのしてくれる方なので、おすすめさせていただきます。またね、全然チェイス苦手とかって言いながら、普通にチェイスがね、お上手な方なのでね、よかったらね、参考に見に行っていただければいかがかなと思います。またね、キラーさんはね、ハットレスをメインとして使っておる。いる方でございます。本当にね、レモン片手に、レモンサワー片手にずっとね、おしゃべりをされてるので、まあ、まったりゆったり見ていただければなと思いますよ。まあ、1回の放送でだいたいね、2時間、3時間ぐらいかな。3時間ぐらい普通にされてる方なので、BGM がてなに聞いていただいたりとか、なんだろう、カミカミだな、あれかな、私の中でケンシタイさんの、なんていうのかな、動画宣伝をしちゃいけない病みたいなのがあるのかな。ちゃんと喋れないな。まあまあ、ただね、お仕事されてる方なので、そんなにね、ハイペースで配信をされてるかって言われたら、そんなにハイペースで配信されてるわけではないので、たまに見かけたら、お、やってると思ったらね、見ていただければなと思います。わーわー言いながらね、楽しくされてる方なので、だいたい、サバイバーは赤帯1、だいたいキープされてるのかな、ここ最近は。ハントレス、キラー側の方は、あんまりやってないのかな、どうなんだろう、もう赤帯に行ったのかな、なんか赤に行ったりとか、サボりすぎて緑に戻ってたりとかよくあるんで、よくわからないんですけど、魂の中では。まあまあ大体上位キープされてる方なので、よかったら見に行っていってください。はい、いかがだったでしょうか。まあなんていうのかな、今回はそんなにね、なんか定まってない感じの喋り方ばっかりで、本当に申し訳ない。本当に定まってないわ、今日は。まあ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 、まあそんなこともあるでしょう。いろいろね、いろいろまとめて喋りたいとなとかって思うんですけれども、だいたい思ったことを口でポン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 喋るから、結局なんか意味がわかんない状態なことがよくあって。もうね、話がまとまりませんね。もっとまとめるように頑張ります。日々頑張る。まあまあそんな感じで今回も終わっていきたいと思います。本当にね、最近風邪とかすごい流行ってるので、皆さん手洗いうがいできるならマスク、あとなんだろう、アルコール消毒とかのやつもね、ポケットタイプのもの売っておりますので、なんていうのかな、もう持ち運んで体調管理しっかりと気をつけてください。ではでは、この辺で終わりたいと思います。バイバイ。